火事があったのは深川市一安町の牛舎です。警察によりますと2日午前0時50分ごろ、建物から火が出ていると通行人から通報がありました。この火事で牛舎数棟が焼け、300頭いた牛のうち70から100頭が死んだほか、牛舎から逃げ出した牛もいるとみられます。火はおよそ5時間後に消し止められ、かなり火が燃えていて、牛さんの鳴き声とかも結構聞こえたので、急いで外に出てみたんですけど、もうだいぶ火が燃えていたので、びっくりした。警察は逃げた牛を探すとともに、出火原因を調べています。